場を見定めよう。うん、ガラシャさんのあの詩は、人も花も散り際をわきまえてるからこそ美しいみたいな意味なんだよね。キヨッタ、これゲンジボタル らしいね。あ、気持ち悪い。信ずる義を果たされよ。あっ、サコン。あれ、目の赤みが消えた。お出ましのようだ。大型の虫は石田三成とともに六条河原へ移動を開始。おそらく狙いは徳川家康です。大丈夫かな。虫が飲み込んだのは島左近、歴史改変の核となる人物ではないけど。そうだよな。虫を討伐した後、戦士の範疇に収める目はある。それで調査完了になるだろう。前みたいなことになったら困るけどな。あの虫、怖いとは思わなかったな。感じたのはもっと悲しさとか、そんな感じ。少しわかります。我々が正しい歴史を守るように、彼らはこの歴史を守るためにただ準じているのでしょう。そういう敵側の状況とかを考えるのは悪くないと思うけど、今やめとかない？だが、それでも虫を切らなくては、散っていった人の歴史を守るのが風雅だと信じて。新たな流れが検知されました。いよいよ虫戦か。忠義ボタルになってんだ。なるほどね。やっぱね、ここは日向君で決着つけたいでしょ。もう2回目の出陣になってしまうけど、うまくやるよ。そうだな、ズオ君なんだけど、やっぱりこの章は日向君と河川さんがメインっぽい感じだったよね。絆会話もその2人のあの元の持ち主に対する思いについてこう触れてたりとかしたから、やっぱこの二人だな。ヒューガ、僕を信じて戦うといい。よし。よう吠えるの。さあ追いついたぞ。歴史は変えさせない。虫を切り伏せ、彼らの宿願を断つ。弱い犬と弱い虫ほど吠えるっていうもんね。今こそ我が忠義を果たす時。邪魔はさせん。決着といこうか。虫が空高く、筑前の時と同じです。攻撃パターンは一緒かな。また攻撃が届かないのか。仕方ない、今は守りに徹しましょう。データ、あの時と同じ光るやつ。ちゃんと避けないと。家康を撃つ。私はそのために生きている。それ以外はどうでもよいのだ。いやあ、攻撃さ。ゾウに駆り立てられて。そんなの、あなたらしくないよ。あなたらしくないよ。本当うざい、あの攻撃。えい。あ、終わった。私は家康を。やっぱ二人を相手にしてると。私はただ忠を貫かんと願って。二人を相手にしてると面倒くさいんですね。僕だって道を間違えた。あの方にあまり偉そうなこと言えないよ。君はちゃんと戻ってきてくれました。高さが出る攻撃。彼の心もそうであると。よし、ちょっとずつ。これは一体。今までと明らかに様子が違います。何これが真の姿とでも言うのか。何をしてくるかわからない。気をつけたまえ。距離取ろう。
なになになに、なになに、ちょ、来ないでよ。嵐の前の静けさってやつですね。避けますよ、イラさん。マジか。攻め時ですな。いいね、行かせてもらうよ。うん、入ってる入ってる入ってるね。懐に飛び込めばこっちのもの。よしよしよし。あ、HP 体力どのぐらいだったっけ。よし、今のうちにやっちゃいましょう。あー、もうちょっとだな。あ、合体技したいな。本気と威力が上がってる。当たったら大打撃ですよ。弾がいくつも追ってくる。マジ？いくつも？全部切らないと。はい、オッケー。いや、攻撃モーションに入らないのか。しつこいね、その、あ、マジ？なかなかやるね。マジかよ。いや、追跡だもん、鬱陶しいな。また強いのが来るよ。気をつけよ。距離を取って。あー、射程短いね。攻め時ですな。行っとくか。いいね、いいね。決まった。あ、決め技できなかったな。あの、君も君でなかなかうざかったよ。よし。あ、初めて脱いだの見たわ。終わりで良さそうだね。あ、帽子なくなるんだ。よし、調子が出てきたぞ。これからもうまくやろう。うん、よし、決着だな。終わりましたか。彼らの切なる願い、ここまでですな。お疲れ様。敵の干渉から解放されつつあるのかな。あの方から懐かしい気配がしてきたよ。ん、これは、え、もう虫やったじゃん。でもいい感じの曲流れてるから終わりだね。石田三成様、サコ、お前の思い無駄にはせん。私にはまだあの兵がいる。まさかまだ時間素行軍を使って、寝たやしにする。ここから家康を撃つなんて無理だ。まだわからないのかい。それでも私は倒れられぬ。亡き秀吉様に、私のために死んでいった友に報いなければ、この命果てるまでは。私を止めたくば追ってくるがいい。ここでとどめ刺しちゃったらもう逃げらんないよね。終わらせてあげた方が三成さんのためなんじゃないかな。生死の範疇に収める道はもはや見えている。石田三成の動きを阻止するだけ。あ、まだ続くんだ。彼を捕らえれば生死通り処断されるでしょう。彼も最後のあがきだと覚悟の上に見えました。ヒューガ君、大丈夫ですか。新たな流れが検知されました。あはん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 。まあ解析系じゃないから、オッケーオッケー。僕はうまくやれるよ。あの方を止めて差し上げないとね。うん、頑固で一途な方なんだ。どこまでもそのあり方を変えられないんだから。自分では自分をもう止められないんでしょうね。あんなにボロボロなのにまだかけ続けるなんて。
ここで止めてあげるのが忠義だよな。私たちがすべきは花の散り際、カノンの雅に生きた歴史を守るということか。あのガラシャさんの死の意味ググったんだけど、めっちゃ良かったよな。そういうことだよな。おもかげさんも第二部隊の心を分かってくれたようですね。馴染んできた。嬉しく思うね。さあ散り際を見定めよう。うん、ガラシャさんのあの詩は、人も花も散り際をわきまえてるからこそ美しいみたいな意味なんだよね。まさにこのショーのテーマになってるよね。あー、河川さん、うわー河川さん、うわー、いや1212、そろそろ使っておきたいな。私にお任せください。うん、あーでも、あー、いや、うん、ごめん。秘伝となら雅に行けそうだ。ではこの身を役立ててみせましょう。なんか急げって感じなんだよな。行こう、僕らで石田三成様を止めるんだ。逃げるなよ逃げるなよ。あ、え、まったくこれでは通れないね。どうすんの。あっちから回り込みましょう。いや私地図苦手なんですけど。俺たちを邪魔するつもりです。あー、なるほど。そうはいきませんよ。神妙にせよ石田三成、断る。道を開けていただこう。徳川兵が現れました。はい、石田三成と戦闘に入ります。ありがたい足止めです。今のうちに距離を詰めましょう。あー、あそこ、これ固有技だったか。石田三成が徳川兵を突破、逃走を再開しました。なんでやねん。行かせないよ、逃げ切られる前に追いつこう。うん、そこまでだ。反撃して縄につけい。私は足を止めるわけにはいかないのだ。再び徳川兵が出現、石田三成を捕らえようとしています。永遠に止めてて。今の彼を捕まえるのは至難の技だ。え、そこは戦いにくいんだよな。突破します。ご準備を。突破します、ご準備を。止めてあげよう。石田三成が徳川兵を撃破しました。急いで歴史改変を防いでください、うん、もちろん分かってますよ。それが俺たちの役目ですから。うん、来たか。阻むならばこの覚悟を超えてみせよ。こちらととかかる思いは負けていない。上がってましょう。いざ、お相手願おう。全力だね、うん、石田三成様。僕行けますね。ああ、必殺技やっときたいな。全部を出す。参りましょう。問題ないよ。見たかったよね、見たかったよね。お覚悟。お見事でした。終わったな。うん、仕切るよ。じゃないと、あなたに失礼だ。私にはなすべきことがある。無様であろうと醜く根性にしがみつこう。まだ諦めない。まだまだ。わかりましたよ。まあ出し惜しみしないよ。これ以上好きにはさせん。どのぐらい削れるかな。もう二度と失わない。うっこい。世界を革命する力を。吉光の名は伊達じゃない。休むまでお付き合いします。ん、どこどこ。あ、打ち上がるか。はい、入った。よし、ど
くに動けないか。秀吉様、忠を果たせず申し訳ございません。なんだろ、最後の一撃。しかと見届けました。きっとあなたの亡き主にも伝わったでしょう。出遅れたか。最後の一撃の左足めっちゃかっこよかった。ピーンって伸びててさ。任務が終わりました。よしよし。文系であることを押し通せる世の中か。やば。また一つ理解できました。そっか、1、2結構育ってる気でいたけど、レベル的にはまだまだだな。あの方に石田三成を預けよう。僕らの仕事はこれで本当におしまいだ。よし。そうだね。うまくやれたかな。うん、救えたんじゃないかな。お前たちは。お？一体何用だ。石田三成を確保した。貴殿たちに彼の身を預けたい。その手で家康様の前に突き出せば法外な報奨を得られように。いらんのよな。俺たちには必要ないものですから。どこまでも妙な者たちよ。でも私自身はお金が欲しいかな。今お金あったら、うん、何しよっかな。いろいろ、あ、PS5 欲しいな。ヒューガ、もう惜別の思いは十分に伝えられましたか。心残りないかな。あの、一つだけお願いしてもいいかな。死の旅へ向かわれる石田三成様の心を洗い流したい。一杯の湯をお届けしてほしい。承知つかまつった。湯、お茶のこと。よしよしよし、範疇に収まりましたね。よし。あ、歩け。手縛んなくていいの？すまないか、左右をもらえないか。喉が渇いている。ああ、欲しがるの分かってたんだ。いや、それ書きな。見ててつらいよな。大丈夫だよ。綺麗な横顔だよ。受けた恩には報いる。それが風雅というもの。貴殿もまたそう生きたのだろう。綺麗ですね。惜しかったよ、本当にありがとう。天正10年、織田信長死す。その知らせを受けた徳川家康は時間疎行軍の襲撃で追い詰められ、自陣を選びます。もはやこれまで。この義士の流れを断ち切ってください。なるほど。計測される地点はここで最後。食い止めれば強襲調査は成功です。いよいよだね。心する。うん、とりあえず脱ぎますか。言うと思った。やめておけ。うん、残念。なんでローマ字なんだろう。さて、ん、気負うことはない。さあ、仕事だ。
大物の風格だね、おじいじ、さすが。義士が検出されました。はいはいはい、また家康すぐ死ぬか。あ、本田忠勝、あ、そっかそっか、トンボ切りさんは本田忠勝さんの槍か、そっかそっか。時間素行軍の狙いは分かりやすいですね。徳川家康公の死がお望みのようです。前回でも結構徳川家康さんに触れた感じしたけど、いよいよ本格的に触れるってことね。家康すぐ死ぬのシーズン2ってことね。第二部隊の調査でも家康公は幾度もその命を狙われていたと聞くが、偶然の一致だろうか。うん、ともかくまずは他の部隊と同じく歴史改変の核が誰かを見極めればいいのだろう。そこからか。死の予測が自陣では見当もつかないが、時間素行軍と相対しながら考えるか。新たな流れが検知されました。まあただの戦闘だね。面影さん、同行感謝します。気になることがあればいつでも教えてください。優しい。いや、すぐ脱いだり喋り方変だけど優しい人ではあるんだよね。あの豆乳の印象が強いんだけど、こういう風に変な感じだけど逆にこうすごい積極的に絡まれると逃げるっていうね。あ、私でよければ第一部隊の戦い見せてもらう。うん。しかし先ほど見た映像、自分には引っかかるな。主君の危機的状況に家臣は何をしているのか。本田忠勝さんね。本来の流れでは家康公が巡視しようとするのを本田忠勝殿が説得してとどめたはずだが。トンボ切りは元の主ならば家康公を守れて当然と言いたいのですか。村正さんは持ち主誰だったんだろう。トンボ切りさんと村正さんって作った人が一緒なんだっけ。仲良ピッピなんだよね。いや、そのまあそうだ、自分は忠勝殿と共にありここでも戦ったのだから。果実兼備の勇士であっても時間素行軍の勢いには及ばなかったのだろう。ああ、刀剣男子でなければ阻止できないものもある。さて、お第一部隊出陣するぞ。え、かっこいい、かっこいい。首をさ、コキコキやって急に表情変える、ずるいよそういうの。なるほど、あ、おじじがやっぱ経験値とか絆がすごいね。やっぱここおじじっとく？いや、おじじでもレベルだな。どうしよっかな。いや、トップバッターおじじに頼むか。さて、給料分は働こう。お願いします。三日月殿のお役に立ちましょう。やるか。まあ、給料分は仕事をするだけだな。徳川家康はすでに包囲されています。自陣までの想定時間を算出しました。あまり時間がないな。急ぎ家康公の元へ向かわねば。なかなか敵の抵抗が激しいな。どうしましょう。無論阻むなら容赦はせん。ほら、見かけ倒しでしたね。これでは刺激が足りません。まあ次があるさ、先へ行こう。また当選本だ。当選本受けて立ちましょう。敵を倒し、そして脱ぎます。技の出が遅いんだよな。おじじは1回2回使ってんのかな。多分技の出が遅いから。ママさん、脱ぐのはよせ。道は開けたぞ。いざ家康公のもとへ。あ、ちょっと、バカった、くそ。
なかなか追い詰められていました。あ、戦いしたの。さて、徳川家康の敵を照らすとするか。痛い。主の盾となり、一歩も引かんか。あ、襲撃を覚えさせた方がいいかな。本田忠勝殿、しばしお味方つかまつる。オッケー。組織の演奏を受けます。感謝します。そうなんだ。あれ、ワガタで倒せるから、多分パワータイプでしょ。技の出が早い、まあ、担当とか鶴丸さんとかの方が使いやすいんだよな。あ、まだいる。あ、直線か。ちょっと、敵何するものぞ。武器を強く持たれよ、殿。うん、この守り方は幾度もわしに勝利を与えた。見てなかった。恐れ敬い、勝利を祈る。徳川家康にとって刀は縁起物でもあるんだ。親玉の登場です。行くぞ。他の敵を打ち払い、歴史を守る。これ攻撃してる間も前に進んじゃうから、後ろから攻めた時にこれ、あ、必殺の近くだった。あ、せっかく脱いでるのに。あなたたちのおかげで助かった。さあ殿、今のうちに参りましょう。めっちゃ右半身破けとるね。服汚れてる。終わったな。あ、必殺技使えばよかった。また強くなるか。おじじ、美しいな。人も刀も繋がり合うのはいいことだ。そうだろう。あ、美しい、やっぱり。脅威は去った。これで先へ進めるだろう。うん、家康公が自陣を思いとどまればですがね。あなたの元の主に期待しましょう。本田忠勝さんはやってくれるでしょう。お、かっこいい。道は開けました。お急ぎくだされ。やっぱ本田忠勝さんは強い人の印象強いよな。なんかダジャレっぽくなっちゃったけど、あのバサラでロボットとして出てくるんだよね。めちゃめちゃ強いんだよね。あと最近だと FGO でも敵として出てきたよね。実装はされてないんだけど、なんだっけ、高難易度クエストでもうめちゃめちゃ強かったんだよな。だからやっぱ強い人って印象が強いな。またダジャレだ。もはや命運は尽きた。こうなれば武士として潔く。諦めないで。大事な命ここでお捨てなさいますが、我ら家臣が何としてもお守り申し上げます。生きて嫌いを抜けましょう。殿、光秀を討ち信長公への供養とするのです。ふんふん。無事自害を止められたか。まずは前進、伊賀越えへ向かったな。だが本来の流れでも伊賀を抜ける道は厳しかった。忍者？伊賀の山中ならば時間速攻軍を潜ませるのにはぴったりですね。近之助、演算結果を表示してくれ。おもちゃんはこれまで第三部隊第二部隊でやってきて、これで最後の多分動向なのかな。第一部隊だけど、まだ第一部隊って雰囲気違うね。結構ドライというかのほほんとしてると見せかけてクールに仕事をこなすって感じ。了解しました。これは家康すぐ死ぬ。予想通りですね。伊賀山中には敵の策略が巡らされているようです。探索系
探索系マジでやめてね。しかし司祭がわからんな。時間素行軍が直接襲ってくるのか、それともこれ探索系の気配がマジムンムンスなんだ。夜の船長何が紛れていてもおかしくはない。徳川家康の首は四方八方から狙われているだろう。マジか徳川家康も災難だな。阿鼻叫喚の逃走劇、俺たちで手助けするか。笑い事じゃないんだよな。新たな流れが検知されました。よかったよかった探索系じゃなければ大丈夫。あらららら、ヒューガ君。あー、まあヒューガ君。あ、でも絆と素材か。っていうことはもうこのダブルでいったらめっちゃ素材もらえるっていう感じよね。うん、でも村正さんちょっとレベル上げたいな。トンボ切り参る。うん、ここ行っとくか。村正のファミリーとして共に行きましょう。あ、やっぱ村正ファミリーなんだ。今は責務を果たすまで。主を見ていてください。かっちょいい報告ぶりだな。よければ道中護衛しよう。なんと心強い。向こうの寺まで頼めるか。ついていけばいい。みんな下がれ、落ちてくるぞ。落ちてくる。あ、トラップ式ってこと。トラッピングか。わわわわわ、でか。誰、道を塞がれたようです。これでは進めませんね。回り道する道あったっけ。いいです。道は他にもございます。迂回して寺を目指されて。半蔵。半蔵か。伊賀州のお主が言うことだ。道を変えるとしよう。ああ、徳川さんと伊賀は仲良ぴっぴってこと。でも半蔵本物大丈夫。どう、どっち、こっち。現れましたね。不合意の務めを果たしましょう。うい、あ、いいね。トンボさんも一回使ったことあるんだけど、結構使いやすかった気がするんだよな。離れすぎたか。戻るぞ。これでは護衛が務まらん。時間素行軍の旗頭は片付けた。先を目指すぞ。これは、あら、落ち武者狩りの野牛どもか。天下の徳川家康が落ち武者と笑える冗談のうちに止めないとな。離れちゃいけないんじゃない、離れちゃいけないんじゃない。でも離れると攻撃ができないんだよな。あ、いいな。トンボさんもなかなか技の出がお早い。いいね。からの起き上がりこぼしで、えい。もうじき寺も見えてこよう。こっち。また石か。あら、またも落石とは。殿、ご無事でいらっしゃいますか。分断された。あ、わしならば大事ない。先に寺で待っておるぞ。お、無茶すんなよ。家康様をお一人にはしておけぬ。西の道から寺へ向かうぞ。二度の落石、そして迂回とはな。次は時間素行軍か野武か。どっちどっち。西から、こっち隠し通路でもあるのかな。また化け物か。殿は無事でおられるのか。家康公の身は気にかかる。だが今は、無視しちゃいけないんだ。槍の戦い方は見ていて爽快だな。あー、ほんと。どやら
立っていられません。おお、やっぱ絆が。手強いね、結構。はい、もういいだろう。あっちか。あし。しかも一回浮かすのがいいよな、強攻撃。この先にエラシルの抜け道がある。はい、ついてくよ。あのような大岩が何度も落ちてくるものか。胸が触る。家康公、どうかご無事で。なんと、家康公の姿が見えない。誘拐された。家康様、妙子や化け物ともに。あら、縁起でもない。とにかく殿をお探しせねば。めっちゃヒロインムーブすんじゃん。武人として働けただろうか。主に天下無双の名前を与えられるよう励みます。なんだろう、トンモさんのクエスト達成したな。家康公はどこへ消えてしまったのでしょう。あの距離で迷子になるとも思えませんが。まあいい予感はしないな。一度戻って予測を当たってみよう。死ぬんだ。この結果を見るに死の危機は去っていない。家康公の御身が危険だ。まずいですね。家康公の近くにまだ敵が潜んでいたのでしょう。歴史の歪みを生むものとやらの罠にかかったか。急ぎ徳川家康を捜索するか。おじじ、普段こうのほほんとした感じの優しい顔つきだけど、こうキリッとした顔やばくないか。めっちゃかっこいい。力入ってんな。徳川家康の居場所を検出します。わ、今之助も命令に従って迷いないわ。やっぱボスなんだな、おじじ。さっきのトンボ切りさんの試練のサブクエ見たんだけど、無傷でクリアしたらこれできんの？無傷だったの私。やばくない？私もしかして刀剣乱舞無双うまいのでは？